母さんがこれ持つ。はい、これ持って。もうお兄ちゃんは中1？中学生になります。ああ、じゃあ今もう一人で留守番なんです。それとも別のところを、はい、はい、おばあちゃんもいるのでお兄ちゃんも一緒に。はいはい。おじいちゃん。よいしょ。もう映ってます。こちらの獅子は耳が特徴がありますね。横に伸びてる、うん、これが新しいんですね。そうです、これとこれで回ります。でこっちが古いんですね、はい、あ これもこれと一緒で、はいはい、2体だけ、はいはい、出すって感じなんです。はい、修理してもらったので塗り直してもらってるから綺麗なんですけど。あ、もともとは古いんですね。はい、もともと古い。これだったのが一体ずつ。あ、はい、はい、ありがとうございました。いいですか。はい、これは前のやつは外さないってことですね。ってことは、うん、一応ですね、だから、はい、あとは宮総代の人が1年に1回ぐらいこう整理されるとですね、はい、あ、だからじゃあ1枚ずつぐらい取っていくって感じですね。そうすると、はい、追悼館と見本が、ね、あ、そうですね、いつまでうちが世話するわけじゃない、はいはい、だから今年の5月に宮総代が宇治子代表で奉納されて、はいはい、大人がみんな相互盛りで揃ってるとね。獅子は5、6年生ぐらいの上から4人が回しますけれども、あとは五平持ちの方が 1、はいはい、2年生がですねついているから、学校に行く前に、はい、夜暗い時に、はいはい、あ、朝、そして、うん、あ、今度学校から帰ってきてお花を、うん、お花をもらいに行くんですか、それは。あだからそのお花を、はいはい、みんな6年生が一番余計もらって、はいはい、5年、4年、3年、はいはいはい、序列つけて、そして子供恵比寿みたいなもんですね、はい、それが楽しみです。ちなみに諏訪には獅子舞、子供姉妹はなかったんですか。あ、面白いですね、うん、水分けではうちだけ。あ、まだ始まる、後ろ呼んできます。はい、はい、
唐揚げ口に入れて回ってきたっけ。はい、じゃこれ持って。あ、どうしよう。あ、僕もじゃあ、ちょっと待って、もう一個ち、こういうのあるけん、もう一個ちってあげよう。はい、じゃあ一枚取ってきた。視聴者さんに。はい、もうそれ、そっちだよ。こちゃん、これ2回目なんですわ。これ。ほらほら、こっち向いて、こっち向いて。でね、顔を隠れますね。あ、いい感じ、いい感じ。そうそうそう、顔隠れますね。はい、こっち向いて。